天才？僕をそう呼ぶ人は多いけど、僕はそうとは思わないんだ。今こそ誕生の時。お前の分出してやるから買ってこいよ。生活指導に見つかると結構どやされる。さっき買ってたろ、ビッグサイズのお塩。もともと一人で登るのが当たり前なんだ。ちょっと失礼するよ。リアス・グレモリー先輩の使いで来たんだ。こちらは兵藤一世君。ごめん、これから部活なんだ。せっかく誘ってくれたのに本当にごめん。動物にできないことが山ほどある。人間はどんなものにでも安全装置をつけてきた。絶対に安全だったはずのドローンに君はどこで入手した？沢村か。うちのチームリーダーはこいつだ。かわすとか逃げるとかなまどろっこしいことや。使用ポケモンは一体手持ちのポケモンで一番強いやつで決めようぜ。ジェイミー、僕は天才じゃない凡人だ。うん、でもな、制御装置を直しても根本的な解決には至らないんじゃないかな。冗談だよ。僕がクスオのことを嫌いなわけないじゃないか。私はここの守護を任されているもの。とりあえずナンバー48と名乗っておこうか。錬金術師か。どれ、手並み拝見。ええ、大したカルガモです。我々が戦う相手が誰なのか、ビビ様とイガラムさんのおかげではっきり分かりました。ビビ様、少々ここでお待ちを。ミサキちゃんって言ってたよな、彼女もらっちゃうかな。ローカルのクーンガです。そうだ、さくらちゃん、この前言ってたポスター特別にプレゼントしてあげる。またあの女か。君と仲良くするメリットって何かある？観客の声援で演技が変わることはありません。別に親も何も言わないし、評判だって今以上に悪くなることはないです。ごめん、パクさん、アキはもう先に行ってる。あの、アキはごめんな、この時間じゃ遅刻確定だけど。そうなのか、アキは。あれ、あのー